こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。白馬揃った、綺麗なスタート。さあ前に行くのはどの馬か。イージーシスティーナ前に行きそうです。フルエリート、それに続いています。さらにはアローブレーブ、2番シェルホール、その後ろマーケットブースター、どうやら後方からの競馬。もう一度先頭から見ていきましょう。マウントキャップ先手を取りました。内からはシェルホール並んで8番アローブレーブ、ダリアズドリーマー、この馬もこのグループ。すぐ隣にドクターリバー、その横にクワイエットベルベール、フルエリート、そのうちに続いています。その後ろにハトゥーフ、イクノディクタス、後ろからになりました。内からはジェットギムレット、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。では前の方からイージーシスティーナ先手を取りました。間が空いてアローブレーブ、ピンクの帽子クワイエットベルベール、その後ろすぐ隣にシェルホール、並んで7番スピークセゾン、青の帽子イタリアンビクトリア、その後ろフルエリート、それに続きます。すぐ後ろにジェットギムレット、しんがりからマーケットブースター、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はダリアズドリーマー、2番手はイクノディクタス、これは絶好の手応え。クワイエットベルベール、3番手イクノディクタス、いい位置。果たして先頭を捉えるか。ダリアズドリーマー先頭、あと 200m、 先頭はイクノディクタス。ダリアズドリーマー必死に追いすがります。アトゥーフ追いすがります。イクノディクタスもう一伸び、イクノディクタス、イクノディクタス1着、2着にはどうやらアトゥーフ。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。イクノディクタス、まさしく日本が世界に誇れる馬です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはトラストメガトンハイフレンドターフ、先頭あと 200m、 先頭はラビニアフォンタナ。さあここからいよいよ最後の勝負、先頭に躍り出る勢いです。クワチイメージ、ラビニアフォンタナ、ラビニアフォンタナ1着、2着にはどうやらハイフレンドターフ、立ったのはラビニアフォンタナ、見事な勝利です。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはセカンドセット、アフリカンブルー、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してセカンドセット花に立ちます。その後ろからはフラッグダウン、この馬も上がっていく構えです。さらにはルアー、6番アフリカンブルー、その後ろ前に戻りましょう。クリス・ザ・シグナル先手を取りました。並んで4番ルアー、パラダイスクリーク、それに続きます。その外からザフォニック、この辺りで各馬第2コーナーから向こう上面に入りました。前に戻りましょう。先手を取ったのはクリス・ザ・シグナル、赤の帽子ルアー、その後ろこれに続いてパラダイスクリーク、並んで7番ザフォニック、緑の帽子フラッグダウン、その後ろすぐ隣にデアリング・クレア、トロットサンダー、後ろからになりました。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はクリス・ザ・シグナル、ルアー、ほとんど差がありません。大外からオレンジの帽子トロットサンダー伸びてきた。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m、 一気に後続がやってきた。ルアー必死に追います。トロットサンダー先頭、2番手はルアー、トロットサンダーゴールイン、トロットサンダー1着、2着はルアー。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。トロットサンダー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。白馬綺麗なスタートです。さあ先手を奪うのはどの馬か。 It's all Greek to me。 前に行きそうです。ビエンビエン、それに続いています。さらにはローブカメリア、キューバ、ヴィンテージクロップ、その後ろ。白馬サンタアニタ名物のヒルサイドコースを緩やかに駆け下りていきます。では前の方から。 It's all Greek to me、 先手を取りました。エプソムタバスコ、そのうちに続いています。内からはバーボンパレス、ローブカメリア、すぐ後ろ。その外にヴィンテージクロップ、並んで7番ビエンビエン。この辺りで各馬最初のホームストレッチにかかりました。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から。先手を取ったのはデズード、これに続いてエプソムタバスコ、その外からイッツオールグリークトゥーミー、並んで14番ジョリファ、バーボンパレス、そのうちに続いています。その外にウィッシュバウンド、並んで13番ライラックスクワート、黄色の帽子、ビエンビエン、その後ろ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはエズード、その横にイッツオールグリークトゥーミー、エプソムタバスコ、すぐ後ろ。これに続いてバーボンパレス、並んで14番ジョリファ、ヴィンテージクロップ、この馬もこのグループオリエンタルセカンド、そのうちに続いています。並んで10番ロッキークラシック、ビエンビエン、この馬もこのグループ、すぐ隣にウィッシュバウンド、その横にライラックスクワート、東海帝王、後ろから。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はイッツオールグリークトゥーミー、2番手はエプソムタバスコ、東海帝王、 B1 です。さあここからどうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。イッツオールグリークトゥーミー先頭、残り 200m、 イッツオールグリークトゥーミー先頭だ。東海帝王抜けた。ヴィンテージクロップ追いすがります。東海帝王、東海帝王1着、2着にはどうやらヴィンテージクロップ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。東海帝王、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ベストパル、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。カジュアルライズ、前に行きそうです。ベストパル、それに続いています。さらにはサンセットミステリー、7番バートランド、その後ろ。ストライクザゴールド、どうやら後方からの競馬。では前の方から見てみましょう。ベストパル先手を取りました。すぐ後ろにバートランド、並んで5番カジュアルライズ、マーケトリー、この馬もこのグループ、黄色の帽子、合計2勝、いい位置につけました。並んで10番ディルイーティー。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。もう一度先頭から。先手を取ったのはサンセットミステリー、内からはマーケトリー、並んで13番ベストパル、青の帽子、カジュアルライズ、その後ろ。その外からデビルヒズデュー、 1000m を通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から見ていきましょう。サンセットミステリー先手を取りました。さあ先頭は依然として14番サンセットミステリー、まだ粘っています。マーケトリーほとんど差がありません。ベストパル3番手、合計2勝、これはいい位置につけています。後続集団も追い上げにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭に立ったデビルヒズデュー、残り 200m、 先頭はデビルヒズデュー、残り 100m、 デビルヒズデュー厳しいか。バートランド、デビルヒズデュー追いすがります。バートランド、バートランド1着、2着は微妙です。立ったのはバートランド、見事な勝利です。
こちらオーストラリアのムーニーバレー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。サファリキャップ、コースタート、ブリーフトゥルース、この馬もコースタートを切りました。ニホノブルボ前に行きそうです。サファリキャップ、それに続いています。さらにはビーチタッチ、9番ウィナーズジュノー、その後ろ。もう一度先頭から先手を取ったのはウィナーズジュノー、その外にブリーフトゥルース、ビーチタッチ、そのうちに続いています。内からはハードシュート、白の帽子、クリムゾンブレイブ、その後ろ。すぐ後ろにピートスキー、シェーンコート、すぐ後ろ。赤の帽子、パリスリング、その後ろ。すぐ隣にジェントルピール、すぐ後ろにトレジャーボーイ、さらにはプレザントカイザー、しんがりからヤングケリバン。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度一気に先頭に立ちました。10番ビーチタッチ並んで、11番サファリキャップ、ニホノブルボン、好位をキープ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から先手を取ったのはビーチタッチ並んで、11番サファリキャップ、好位置をキープしています。ニホノブルボン、前はビーチタップ、サファリキャップ、ほとんど差がありません。3番手にニホノブルボン、絶好の手応え。さあニホノブルボン逃げ切れるか、後続も追い上げていきます。さあ先頭はニホノブルボン、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭はニホノブルボン、残り 100m、 カバーを一気に打ち切ります。2番手はブリーフトゥルース、ニホノブルボン独走、ニホノブルボンぶっちぎりです。ニホノブルボン1着、2着はブリーフトゥルース、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ニホノブルボン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。